松井君はムッとしてますよ。松井君はね、ほら、ちょっとね、どうしていいかわからないんじゃないかな。いや、笑ってるけどね。初球141キロでしたよ。ご覧いただけましたか、お聞きいただけましたか、このコール。マウンド上に立っているのはマノーことなきイチローです。144。ドームのお客さんの喜びようは尋常じゃないですね。立っちゃいけないんですけど、お子さんとかもうどんどん前に駆けつけたりしてますけど、野村監督が出ましたよ。ああ、本当だ。松井なんか言ってます。はい。何つってんですかね。気にするなってんです。頭いく。いやー、何言ってるんでしょうかね、俺。ですね。俺だったらボケるなとか言ってるんですよ。なんつったんだろうな。何言ってんですかね。代打ですよ。代打だ。ね。ピッチャー出すんじゃないの。松井は下がりましたか。あるいはですね、イチローの高校の先輩である山崎選手がいますので、まだ出ていません。イチロー投手も。それも望んでいました。いや、ピッチャーを出すんですよ。野村さんの高津を代打出しますよ。本当ですか。あ、高津だ。ね、うん、高津ですよ。野村さんだからやりますよ。高津ですよ。ピッチャーを代打ですよ。これは野村監督の。精一杯の抗議なんですね。うん、抗議というよりも、やはり松井の立場を考えて。そうですね。はい、なるほど。やはり抗議というよりも。そうでしょうね。なんか去年の日本シリーズの続きみたいですね。ああ、そうですね。でもこれだったら所さん打たした方がよっぽど面白いじゃん。いや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 。私なんか敵を作るようで嫌です。お断りと言います。高津のバッティングのデータというのはちょっと私も持っていないんですが。まあね、立ったとしては嫌なんですよ。はい。去年のね、東西大会わかるでしょ。僕だから立ったんですよ。もう肩もみたくなるような。ああ。だから広瀬君がね、気持ちだから。いやー、しかしお客さんは大喜びです。1996年山陽オールスターゲーム、9回ツーアウト、とんでもないドラマが待っていました。ライトのイチローがマウンドに上がりました。注目の第1球です。ストレート136キロ。松沼さん、ズバリ一言どうでしょう。まず1球目、綺麗な球筋ですね。2球目は141キロ。高津はまだバットを振りません。このままゲームセットか。さあどうなんだ、イチロー有終の美を飾るか。わずかに外れました。さあどうだ、超外れた。ツーエンドツーです。イチロー5球目、打ったショートゴロ。イチローのマウンドはショートゴロ、そしてゲームセットです。最後の最後はイチローがマウンドに立っていました。オールパシフィック7対3、清原が寄ります。中村紀弘だ。みんながマウンドに集まりました。オールパシフィック、昨日の第一戦に続いて連勝です。このウイニングボールは飾っとくんですかね。上がりました。注目の第1球です。ストレート136キロ。松沼さん、ズバリ一言どうでしょう。まず1球目、綺麗な球筋ですね。2球目は141キロ。高津はまだバットを振りません。このままゲームセットか。さあどうなんだ、イチロー有終の美を飾るか。わずかに外れました。さあどうだ、超外れたのでまだ出ていません。イチロー投手もそれも望んでいました。いや、ピッチャーを出すんですよ。野村さんの高津を代打出しますよ。本当ですか。あ、高津だ。ね、うん、高津ですよ。野村さんだからやりますよ。高津ですよ、ピッチャーは代打です。これは野村監督の精一杯の抗議なんですね、抗議というよりも、やはり松井の立場を考えて、そうですね、はい、なるほど、やはり抗議というよりも、そうでしょうね、なんか去年の日本シリーズの続きみたいですね、そうですね、でもこれだったら、所さん打たした方がよっぽど面白いじゃん。私、なんか敵を作るようで嫌です、お断りと。これはね、打者の方から見るとね。松井君はムッとしてますよ。松井君はね、ほら、ちょっとね、どうしていいかわからないんじゃないかな。いや、笑ってるけどね。でも初球141キロでしたよ。ご覧いただけましたか、お聞きいただけましたか、このコール。マウンド上に立っているのは孫をことなきイチローです。144。ドームのお客さんの喜びようは尋常じゃないですね。立っちゃいけないんですけど、岡さんとかもうどんどん前に駆けつけたりしてますけど、野村監督が出ましたよ。あ、本当だ。松井なんか言ってます。高津のバッティングのデータというのはちょっと私も持っていないんですが、まあね、立ったとしては嫌なんですよ。はい。去年のね、東西大会わかるでしょ。僕だから立ったんですよ。もう肩もみたくなるような。ああ。だから広瀬君がね、気持ちだから。いやー、しかしお客さんは大喜びです。1996年山陽オールスターゲーム、9回ツーアウト、とんでもないドラマが待っていました。ライトのイチローがマウンドに、何つってんですかね。気にするなってんですよ。頭いくですか。いやー。何言ってるんでしょうかね、俺。ですね。俺だったらボケるなとか言ってるんですよ。なんつったんだろうな。何言ってるんでしょうね。ライダーですよ。ライダーだ。ね。ピッチャー出すんじゃないの。松井は下がりましたか。あるいはですね、イチローの高校の先輩である山崎選手がいます。